これが高知城会場最後の演舞となります。会場の皆さんも最後盛り上がっていきましょう。最後は和歌山県和歌山ムーブの皆さんです。2001年和歌山初のよさこいチームとして誕生しました。それでは少しお話を伺います。最後の演舞になりますね。最後の演舞になりますね。はい、今日は、ね、こんな雨も降ってしまいましたけど、本当にあの一日通してすごく充実した一日を過ごせたんじゃないかなと思います。で、まあ、それに、集大成といいますか、最後を飾ることを誇りに思って精一杯みんなで頑張って最後踊りたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは踊っていただきます。和歌山県和歌山ムーブの皆さんです。それでは皆さんよろしくお願いします。スタンバイ。春の歌届け歓喜の調べ。はい、みんな大丈夫。
ありがとうございました。いや最後の演舞綺麗でしたね。賑やかで力強い踊りでしたね。和歌山ブームの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これで全てのチームの演舞が終わりました。いや午後はピーカンデリでした。夜は少し雨も降りましたが本当に踊り子の皆さんに楽しく元気に踊っていただいてこちらもパワーをもらいましたよね。本当にそうですね。この日のために何度も何度も練習してきた踊りを笑顔で精一杯踊ってくれた踊り子さん、もう私たちも元気になりましたね。そうですね。そして全国大会ならでは全国から各地からチームが集まってその地域の色も出ていましたね。はい、チームそれぞれ個性があってとっても面白かったです。しっかりそのよさこいというところも楽しませてもらいましたね。また年齢問わず小さいお子さんからもう幅広い年齢の方まで楽しめるというのがこのよさこいの魅力だと思います。とっても楽しい演舞でした。また会場の皆さんも最後の演舞までご覧いただいて本当にありがとうございます。チームの皆さんは大手筋の総踊りの後この会場でいよいよ審査結果の発表と表彰式になります。お楽しみにお待ちください。